ジレミューラーは、ルクセンブルク市フランゲ出身の男子プロテニス選手。2008年全米オープンと2017年ウィンブルドン選手権でベスト8に入った選手である。ATP ワールドツアーでシングルス2勝がある。自己最高ランキングは、シングル21位、ダブルス74位。身長193センチメートル、体重92キログラム。左利き、バックハンドストロークは、 両手打ち。長身から繰り出す左打ちの高速サーブが武器の選手。ジル・ミュラー、ギル・ミュラーとも表記される。5歳からテニスを始め、高校を卒業した16歳からフランスに留学する。ジュニア選手時代は2001年ウィンブルドン選手権男子ジュニアシングルス部門で準優勝した後、続く全米オープン男子ジュニアで優勝がある。同年にプロ転向し、 男子テニス国別対抗戦、デビスカップルクセンブルク代表選手に選ばれた。男子テニスツアーの下部組織の大会を回っていた時期、2002年3月に日本の大阪でプレーし、2003年3月には京都でプレーしたことがある。3年間の下積みを経て、2004年前後オープンで4大大会デビューを果たす。同年8月にレンク、レッグメイソンテニスクラシックで、 男子プロテニスツアーに初の決勝進出を果たしたが、レイトンヒューイットに3から6、4から6で敗れた。この年も来日し、10月のジャパンオープンテニス選手権で準々決勝まで進出した。2005年度の4大大会で、ミュラーは立て続けに番狂わせを起こす。ウィンブルドンの二回戦では、先の全仏オープンで優勝したばかりのラファエル・ナダルを6からから 6から3、6から4で破り、全米オープンでは1回戦で、地元アメリカのエース、アンディロディックに7から6、7から6、7から6で勝利した。ウィンブルドンの後、7月下旬に、カントリーワイドクラシックで2度目のツアー決勝進出を果たしたが、アンドレアガシに敗れている。2006年10月、ミュラーは、世界ランキングトップ100から陥落してしまう。 2007年前豪オープンでは、1回戦で2004年、全仏オープン優勝者のガストンガウディオを破ったが、続く2回戦で、第3シードのニコライ・ダベデンコに4から6、0から6、3から6で乾杯した。2007年ウィンブルドン以後、彼は4大大会でも、しばらく予選敗退が続いた。2008年全米オープンで久々に予選を通過した。 ミュラーは、この大会でベスト8に進出し、ルクセンブルク出身のテニス選手として、史上最高成績を出した。2回戦のトミー・ハース、3回戦のニコラス・アルマグロ戦の2試合連続で、2セットダウンからの逆転勝利を収めると、4回戦でも、第5シードのニコライ・ラベデンコを6から4、4から6、6から3、7から6で倒した。初進出の準々決勝では、 第2シードのロジャー・フェデラーに6から7、4から6、6から7のストレートで敗れた。この活躍により、彼は2年ぶりに、世界ランキング100位以内にも復帰した。2009年全豪オープンでも初の3回戦に進み、第8シードのフアン・マルティンデル・ポトロに7から6、5から7、3から6、5から7のスコアで敗れている。二千十一年全米オープンでミュラーは四回戦に、 進出した。4回戦では、第2シードのラファエル・ナダルに6から7、1から6、2から6で敗れ3年ぶりのベスト8進出は、逃したが、2011年10月3日のランキングで、自己最高の42位を記録している。2012年7月のアトランタテニス選手権で、ミュラーは7年ぶりのツアー決勝に進出した。決勝では、アンディ・ロディックに で敗れ初優勝を逃したロンドン五輪に初出場し、シングルス2回戦で、ウズベキスタンのデニス・イストミンに6 7 6 67、57で敗れた。2013年は、左肘の怪我で、長期離脱を余儀なくされるが、2014年に復帰し、トップ50に返り咲く。2015年前後オープンでは、第13シードのロベルト・バウティスター・グーと、 第19シードのジョン・イズ・ナーラを破り4回戦に進出。2月16日のランキングで自己最高の34位を記録した。ジャパンオープンでもベスト4に入り、2015年の年間最終ランキングは38位であった。2016年のロス・マーレングラス・コート選手権では、準々決勝で第1シードのダビド・フェレールを破ると、準決勝で 第3シードのイボカロビッチに勝利し、3年ぶりに決勝進出。決勝でニコラマユに敗れ、初優勝ならず。テニス伝道選手権でも決勝に進出するが、イボカロビッチに76、67、67の接戦の末敗れ、またしても初優勝はならなかった。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、開会式でルクセンブルク選手団の騎手を務める。 シングルスでは2回戦で、第5シードのジョー・ウィルフリード・ツンガに6から4、6から3で勝利。3回戦で、ロベルト・バウティスター・グートに4から6、6から7で敗れた。シーズン後半は、ジャパン・オープンでは1回戦で、第2シードのトマーシュベルディハに勝利し、ベスト8、スイス・インドアでは1回戦で、第6シードのグリゴール・ディミトロフに勝利し、準決勝で、 第3シードの西堀圭に敗れたものの、マッチポイントを握る前線でベスト4と ATP500 の大会で続けて、好成績を上げる。年間最終ランキングは、自己ベストタイの34位。2017年1月のシドニー国際では、準決勝で2連覇中のビクトル・ドロイツキを破り6度目の決勝進出。決勝で、ダニエル・エヴァンスに7から6、6から2で勝利し、 三十三歳で悲願のツアー初優勝を果たした。大会後のランキングで自己最高の二十八位を記録。六月のリコーオープン決勝でイボカロビッチに七から六、七から六で勝利し、ツアー二勝目を挙げる。ウィンブルドンでは四回戦で第四シードのラファエル・ナダルに六から三、六から四、三から六、四から六、十五から十三で勝利し、ウィンブルドンで初。 グランドスラムでは2008年全米オープン以来のベスト8進出を果たす。準々決勝で第7シードのマリンチリッチに6から3、6から7、5から7、7から5、1から6で敗れた。ミュラーは2018年の全米オープンを最後に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。